吸血鬼って信じますか？怪談話ってのは昔から苦手でしてね。知ってるでしょ、連続失踪事件。今月だけでも5人消えてる。でも実際はもっとたくさんの人間が奴らの犠牲になってるはずだ。奴ら、まさか犯人が吸血鬼だと？この事件はガッツの管轄だよ。とても警察の手に負える山じゃない。飲みすぎてるみたいですね。私はこの辺で失礼します。確かに飲みすぎたかな。でも今日は友人の命日でしてね、許してください。どうも。リーダー、至急ポイント D3 に向かって。また例の奇怪な声を聞いたという通報よ。ここから先は入れませんよ。失礼しました。リーダー、何か手がかりは？いや、別にこれといって。探知機には何の反応も認められません。これと同じ通報は何件になる？今月に入って5件。リーダー、通報は全てこの湾岸エリアに集中してます。ヤズミ、最近湾岸エリアで起きてる連続失踪事件の発生ポイントは出せるか？できますけど、それが何か？いいから頼む。ほぼ一致してますね。リーダー、植え込みの中にこれが。何やそれ。2つの事件には何か関連が？わからん。ただある男が気になることを言っていた。え？失踪事件の犯人は吸血鬼だそうだ。そんな、まさか。危ない。大丈夫ですか？どうしたんですか？いや、とにかく彼女を。はい。よう眠ってんな。まるで仮死状態みたいや。その小野田という男の話を信じるの？いずれにしろ再調査は必要だと思います。隊長からもう一度刑務局へ掛け合っていただけませんか？わかったわ。最初から隊長を狙う目的で。クソ、どこのどいつだよ。隊長そんな目に遭わせてやろうわ。吸血鬼って話だけど。え、冗談だろ。本当？いや、新庄隊員が持ってきた例のサンプルの分析結果なんですが。どうだったんだよ。南米に生息する吸血コウモリの体毛です。体毛？あの女にもっと注意を払うべきだった。明らかに俺の責任だ。いや、でもあの場合は。防衛軍時代、俺は自分のミスで死にかけたことがある。もうダメかと思った時、この人が危険を覚悟で俺を絶望の淵から救い出してくれたんだ。この事件だけは
俺が絶対片をつけてやる。ぶしつけですが、聞きたいことがあります。いいのかい、そんな格好で現れて。俺はあんたらの敵かもしれないんだぜ。私もあなたの素性は知ってましたよ、小野田さん。5年前、まだ駆け出しの女の子とコンビを組みましてね。気も強いが、結構酒も強かった。もしかして、亡くなった友人って。社会派気取ってた俺は、超常現象の取材だの、馬鹿らしく思えてね。新米のその子に全て任しちまった。あの南米の事件も、本当なら俺が行くはずだったんだ。昔、伝染病の恐怖は民衆の間に吸血鬼信仰を生み出した。だがそれは単なる伝説じゃなかった。人間を吸血鬼へと変える、そんなウイルスは実在したんだ。南米のある村に発生した奇病の取材に行ったっきり、彼女は戻らなかった。つい最近までは。まさか。彼女は葉月ユキナは吸血鬼となってよみがえり、この町に帰ってきたんだ。自分たちの仲間を増やすために、そして自分たちの餌を狩るために。ユリミカ、行くよ。失踪事件の調査に向かった県局工作隊からの連絡が途絶えた。多分彼らは血に飢えた野獣と同じです。放っておけば確実に被害は広がるでしょう。入間隊長の代行として君は戦闘指揮を取るため、吸血鬼どもを必ず倒すんだ。わかりました。安住隊員、今までのデータから推測した結果、奴らの本拠地は湾岸エリア内 G13 地区の旧ディスコに間違いありません。堀井隊員。じゃーん、特殊紫外線レーザー銃、まあこれさえあったら吸血鬼など恐るるに足りません。むやみに触んない、はい、姿は人間と同じだが恐ろしい能力を有する敵だ。絶対に油断だけはすんな。作戦は夜明けと同時に開始する。了解。了解。この銃本当に当てになるんだろうな。吸血鬼が日光に弱いのはおそらく体内のウイルスが紫外線に破壊されるからや。そうか、これで元の屍に戻せるってわけか。早速団体三のお出迎えや。始まったぞ。確かこの奥がメインフロアです。怖がりか。リーダー、レナ。はい。これとそっくりな場面を映画で見たことがある。僕もだ。
こそ下等動物。もうじき世界は私たちが支配します。美しき夜の種族が。宿主、貴様が人間を吸血鬼。危険だな。やはり君は光が満ちすぎてる。とても危険な存在だよ。でも私たちの神には勝てないよ。痛み、怒り、憎しみ、ここは人の心を閉ざす闇。光など闇の中ではあまりに無力すぎるよ。貴様。待て。今度は逃しはしない。待ってくれ。頼む、うつらはやめてくれ。どくんだ、そいつはもう人間じゃない。分かってる。でも俺はもう彼女を見殺しにはできない。絶対に。どけ。まさか。先輩。ユキナ。ユキナ。よせ。やめろ。
噛みつきよった。地上メガでティガを援護するんだ。了解。まるで血のように赤いな。でもあの光こそ生きてるって証なんだ。そう思いませんか。彼女もきっと最後にそれを感じたはずだ。人間として。いらっしゃい。ここいいかしら。どうぞ。隊長。ブランデー。はい。ミルクにしといた方が。そんな固いこと言ってるから、いつまでたっても一人なのよ。鬼隊長といるだけで十分満足ですよ。ありがとう。お二人があんまり幸せそうなんで、ついこの写真貼らせてもらってもいいかな。どうぞ。気を授けてくれ。
て君の待つ明日へ。会議のためクリオモス諸島に向かった TPC 航空機が消息を絶った。世帯兵器デシモニアに捕らえられた沢井総監を救出せよ。次回ウルトラマンティガ南の果てまでお楽しみに。